州江村を代表する大人気ファンデーションアンリミテッドラスティングフルイドの使い方と、ご自宅でも簡単にプロのように仕上げるコツをご紹介します。まずファンデーションを塗る前に化粧下地を塗り、ベースを整えましょう。アンリミテッドファンデーションにおすすめのブロックブースターを使っていきます。準備ができましたので、ファンデーションをより美しく仕上げる3つのポイントを早速ご紹介していきます。1つ目のポイントは量です。のせすぎは NG です。お顔全体で 0.5 プッシュを目安にしてください。2つ目のポイントは塗る順番です。まずは頬から始まり、口周り、鼻、額、そして最後に目元の順に塗っていきます。皮膚の厚いエリアから徐々に薄いエリアへと順番にのせることで、皮膚の厚みや構造に沿いナチュラルに、そして崩れにくく仕上がります。3つ目のポイントはツールです。州江村ではファンデーション専用のブラシをご用意しております。密着力を高め、簡単、スピーディー、崩れにくい仕上がりを実現します。特に暑さ、湿度が気になる時期は、手の温度が伝わらないツールを使うことで崩れにくいベースメイクを作ることができます。このブラシを使うことで肌が磨かれたように、無駄のない筋ムラなく均一で滑らかな仕上がりになります。ファンデーションの完成です。まるで素肌がきれいになったかのようなナチュラルで均一な仕上がりになりました。アンリミテッドラスティングフルイドは汗や湿度にも強く、ロングラスティングなのが特徴です。色移りしにくい設計なので、マスク着用時にも快適な肌を保ってくれる強い味方です。さらにアンリミテッドメイクアップフィックスミストを使うことで、つけたてのメイクアップを長時間キープしてくれます。より崩れにくいベースメイクの完成です。アンリミテッドファンデーションはよりナチュラルで素肌美を引き立てるソフトマットと、健康的なツヤ感を潤いとともに叶えるヘルシーグローからお選びいただけます。メイクアップの仕上がりやその日の好みに合わせて選んで、ベースメイクをお楽しみいただけます。いかがでしたでしょうか。自分らしさを引き出す素肌美を作る3つのポイント、綺麗な肌でハッピーな一日を。